サイエンタイワンズです。マナです。今はカルティにいます。しかも私たちまだ朝ごはんも食べてないよね。俺さっき食べたけど、私はまだかな。なるほど。クンディンといえば何が有名なの？海鮮が有名ですね。一番有名なのは刺身。お刺身？そうなんだ。しかもね、ここのお刺身はめっちゃくちゃ安い、うん、じゃ安くて美味しいで有名なのかな、うんうん、ということで今日の曲は日本人でもびっくりカンディのお刺身を紹介したいと思います。ね、今日ですね、キニで一緒にカンティに来ましたけど、そうだね、同じ店でバラバラで撮ります、うん、私3チャンネル今撮ってるもんね。そう、1つがサイエンジャパン、1つがうまいで、私たちのサイエンダイワン。もし他の動画興味あったらぜひ見てくださいねはい、もう今は昼真っ昼の時間だよ。行列がやばい、店から溢れてる。そう、じゃそれだけ人気店ってことだね。そうです。今私たちは番号は35。うん、結構待つね。そう、じゃあ待とっか。はい、はい、実はね、今は有名人に出会った。じゃあ早速ですが、ここの店の有名人にインタビューしたいと思います。どうも、有名人です。こんにちは。いつ帰りました？ちょっとね、スケジュールが詰まってて今日の夕方には帰んないとまずそうなんだよね。だって僕ら有名人だからそうなんだ。有名人にとってこちらの店のお刺身は美味しいですか？あー、ここの刺身は本当に最高さ。だって僕ら有名人だからやばいやばいやばい、これまずいずっとこの二人が見てるけど、あの人はずっと食べてる。怪我したくないな。怪我しろよ、チームなんだから。まだ小麦粉じゃん。ありがとうございます。なんかちょっと時間かかったからごめんなさい。有名人だから忙しいでしょ。そうだね。すいません、すいません。腕毛やばい。わー、入りました。大体どのぐらい待ったかな？大体30分、40分待ったかな。30、40分待ったよね。外にまだすごい人がいるね。じゃあやっぱり来るとしたら朝早く来るのがおすすめだね。あとはこのお店は11時から営業します。うんうん、2人に来た方がいいんだね。ちなみにここのお店ってすごいさ、海鮮で有名だけど他にもあるの？ここら辺はな、全部なんかお刺身、お刺身、お刺身のお店ですよ。でも中でもここが人気ってことかな？そうです。ちょっと何人気なの？やっぱりなんか激安。私たちにとってお刺身はとっても高いものなんですけど、でもここら辺のお刺身20枚100円だよ。安っ。20枚は大体350円。価格の安さだね。そう、しかも1枚1枚めちゃくちゃ分厚いです。コスパがすごい高いってことだね。そう、じゃあ皆さんもすごい人気店なので来る際は結構早めに来るのがおすすめだね。そう。社長、ここに座ってください。どうしたの？これ美味しかったですか？グエイユ。グエイユ？これサーモン一番美味しい。美味しかった。社長おすすめのグエイユ一緒に食べよう。サーモン OK。 じゃあいただきます。脂身がすごすぎてびっくりした。口に入れた瞬間脂身が口に広がるね。サーモンの旨味が広がるね。あと思ったより歯ごたえがあるね。1個目から美味しすぎて大丈夫かな。じゃあ続いてはこちら。これ何？すごい、下に卵がついてるね。うん、卵いっぱいある。タツノコの上に小肌が塗ってる味がする。そうです。これは台湾にあるの？あるある。有名なお刺身なの？なんかよく見えるけど、でも私は食べない。トビコみたいな食感。確かに確かに、タツノコよりも甘めが。でも私結構好きかもしれない。甘いの好きだもんね。甘い甘い。あれ皆さんぜひ見てください。こういう感じ。アップするな。アップだけはするなよ。アップするなよ。
是呢，热炒店的定番版啊，糖醋鱼片、猪肝的ソース、魚と一緒に炒める。まあこれはこの店のランキング入ってる。おすすめ欄に入ってるやつなんだね。はい、じゃあこちらがジュジュおすすめの酢魚食べてみたいと思います。じゃじゃん。いただきます。味は酢豚よりもあっさりしてる。魚の脂身とか旨味がすごい揚げてあるから中に濃縮されてるね。タレとうまく絡み合ってすごい美味しい。ご飯も一緒に食べたくなる美味しさ。うん、じゃあいただきます。めっちゃ美味しい。これバランスちょうどいい感じ。なんか新鮮だからこそこの味が出せるよね。じゃじゃーん、凤梨虾球。プリプリさがもう台湾居酒屋さんとは全然違う。新鮮なエビ使ってる。普通のやつよりも味がついててなんかすごい美味しい。こちらの店のオンリーシャツの開け方との違う。こっちの方がなんか唐揚げのローマみたいな感じかな。美味しすぎてびっくりした。あれね、お刺身だけじゃなくてこういうルーツァーとかのメニューも美味しいんだね。そう、わーわーわー、ほにゃー、1,2,3,4,5はい、おすりりかたちゃん。わー、何が一番美味しかった？まだあんまり食べてないんですけど、私たちやばい、もう全部食べたよね。スピードが速い。スピードめっちゃ美味しい。さすが爆食食レポクイーン。いただきます。すげー、うまい。すぎ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 、愛してる。じゃあみんなで頑張って撮影して後で遊ぼう。イエイ。はい、終わりました。わー、うん、満足した。うん、コスパも良かったし何より新鮮ですごいびっくりした。本当に新鮮。もうやっぱりお刺身は美味しかったですね。お刺身本当に美味しかった。しかも安いね。やっぱり台湾の関地に来たらお刺身は定番ですね。じゃあ皆さんぜひいつか台湾の沖縄に来たら、もちろん海も綺麗だけどこっちのお刺身もおすすめですよ。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。この動画が好きなら高チャンネルしてグッドボタンを押してください。それから私たちの Twitter もあるよ。フォローしてお願いします。リンクがあります。それじゃあバイバイ。